宮城川崎慶長検温施設さん長谷倉つながたい先生おお。ところで我々川崎町の PR を仰せつかったが、川崎町に何かあったかのう。この顔見たくそば、こんにゃく、米、新鮮な野菜、あとはないか。おろちゃん、食べ物ばかりではない。川崎町には食べ物以外にも観光地がたくさんござる。思い浮かべてみよう。川崎町には天草ダムがある。春になれば桜が咲き乱れる美しい景色、蔵王山脈を見渡せる。これは美しいぞ。そしてすぐ近くには国営一族森の湖畔公園。まあすごいからね、人いっぱい来て70万やら80万、松島の次らしいね。すごいでございますよ。そして荒崎ロックフェスタルのように野外フェスティバルの街としても有名でございますが、ダムであればオートピア川崎、実際船はないけどね、溶解パキの2倍です。このように食べ物以外にもたくさん観光するところがある。以上かな。もう揃ったな。取れましたな。お主らまだまだじゃのう。川崎町にはなんとゴルフ場が3つもあるのじゃ。3つもですか。そうじゃ、すごいですよ。それから冬になるとスキー場、セントメリースキー場があるよ。そこは高速道路から降りてすぐじゃ。なんと交通の便がいいところだろうだな。そうでございますね。そして日本三大イチョウの湯としても知られる加賀温泉があるということだ。あの加賀温泉ですか。そうじゃ、あれは川崎にあるのじゃ。日本三大のうちの一つが川崎にあるとは、これは素晴らしいと思います。まあこのところかな。ですな。だいぶ分かりましたな。先ほどから黙って聞いておれば、まだまだ爪が甘い。のう、みんなは分かっておるの。川崎町は温泉といえば青根温泉がござるな。ああ、青根温泉がござる。何故か分かるか。我が主君政宗公のお気に入りの温泉、そして青根御殿がござるのじゃ。そこで様々な思いを我が殿は馳せたのでござるな。お主らやはりそういう部分をちゃんと多くの者に伝えねばならぬという使命、決して忘れてはならぬぞ。心得ました。ではもう出し切ったか。そちらの思いの丈ぶつけんでよいか。出し切りました。出し切りました。以上、川崎町の PR じゃ。さまざまな名所、見どころが多く、ぜひ我が故郷川崎町へお越しくだされ。待ってます。